どうもブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。今回はねニュースで皆さん大体知ってる人多いと思うんですが、ダイハツのね不正問題についての話したいと思います。ダイハツは自動車のね認証試験をめぐる不正を受けまして、自動車工場4つあるんですけど、4つのうち3つをね稼働停止にしました。そしてね今日26日に残りの1つも停止ということで、完全にこれね生産がストップすることが分かりました。期間は一応ね1月いっぱいまでを予定しているらしいです。で64車種でね計174件の不正が見つかったっていうんですから、まあ当たり前といえば当たり前ですよね。人を乗せて走るものの安全性がきちんと確認されていないままで出荷されたわけですから、これでもねまだ甘いといえば甘いかもしれない。これ実際問題としてね認証試験をまた改めてみんな取り直さなければいけなくなるので、取り直しを行い再度認証されるまでって最低でもね3ヶ月くらいかかるみたいなんですよ、専門家の話によると。だから1月末までの話では実際問題は終わらないと思います。それにね納車待ちの車なんかも大幅に納期が遅れるので、キャンセルする人も多いみたいです。でそれに安全性に信用がなくなったので、当然ダイハツの車は買うのをやめるっていう人も出るでしょ、まあ出てるでしょ多分。で昔ね三菱で大きな不正が発覚した時はかなり自動車部門の経営が傾きましたよね。正直今でもまだ復活ができてない状態。昔はさ車って言えば大手って言えばトヨタ、日産、三菱って、この3つがね一流扱いされていたんですけど、今ではねもうトヨタ、日産、ホンダの3つって感じで、三菱は一流扱いからもう程遠い。そのぐらいダメージでかかったんですよ。まだそれでもね三菱って大きな会社で、車以外にもまあ家電製品作ったりとか造船作ったりとか、そういったいろんな部門があるからこそ、まあその分なんとか経営維持できてたんだろうけれども、まあダイハツでしょ今回。もともと軽自動車専門の小さなメーカーですよ。これ立ち直れるんでしょうかね。まあダイハツってそもそもトヨタの子会社にあたるんですけど、トヨタで軽自動車を作らない分ダイハツで作ってるっていう感じですよね。最悪さこれ不正を犯したダイハツっていうブランドそのものをなくしてしまってトヨタで統一するって言ってもあるにはあるけどね、あくまでダイハツとして会社を維持させていくのかな。これ工場が休みの間ってまずね工場で働く人はみんな休みになるわけで、でこれ社員の保証もちゃんとしないといけないし、販売部門だってさ車が売れないんだから当然人来ないでしょってなると、営業の人たちだって休みが多い状態になるんじゃないのかな。それにトヨタの名前でルーミーとかライズとか、まあトヨタの車として売ってるわけだから、それトヨタそのものにもダメージは来るよね。売れ筋の車だけにね、まあ部品がなくて納期が遅れるとかとは話違いますからね。不正がバレたから企業としてのイメージダウンもかなりだと思うし、これダイハツ乗り切れるのかっていうとこですよね。一番かわいそうなのがさ従業員だよね。休みの期間は保証されたとしてもイメージダウンだから売り上げは大幅に落ちる。そうなると復帰しても工場全部使うか一つ閉鎖二つ閉鎖のままとかって、さらに人員削減とかってそういうのもあり得ると思うんですよ。生産数が減れば当然そうなるじゃないですか。だから今回の件でね、実際今働いてる人の中では転職先を考え出す人も出てるらしいです。これどうなるんでしょうね。